まあね、これはね、1回や2回でね、どうのこうのっていうね、ご訪問ではないんですね。僕だって入信したての、いわゆる真面目に、創価学会の一応こう真面目な本出した頃の、そういう基礎教学から始まって、何十回とこういうことは聞いてるんですよ。何百回とは言わないけど、少なくとも100回近くはこう、繰り返し繰り返し聞いてくるんですね。でもね、そのたんびにわからないっていうか、それがね、だん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 ね、この胸に響くようになってくるんですよ。この同じ、これおそらく5年前に読んだんでは、みんなと一緒に勉強しようって気にもならなかったかもしれない。スーッと読んで、ほーっていうくらいで終わって、それがついこの間配した時は、もうその5年前に読んだ時と同じ文を読んで、受け取るところがこう開拓されてるっていうのかな。この掘られてるんですよ、こっちが。修行によって。だから芸家の言葉が、それまでぼーっと聞いてる言葉がね、こうもっと深い命のところで感じるようになってくるんですね。だからね、だからといって、そうなるまで別に勉強しなきゃいいやっていうんじゃないんだよ。やっぱり心経学、心経学でずーっとこの信じて、題目を唱え、折伏をし、そして行ずる。まあ当然、信ずれば行が出るよね。持行と桁の題目になり、そして必ずその行があれば学をしなきゃダメなんだ。そしたら学をしたら自分のね、方向性がわかるんですよね。まあ、曲がった方向でいくら行やったって、それは徒労に終わるわけで、時間がもったいないんです。だから学をして、そこで発心するわけよ。あ、ここが間違ってたんだなと。あ、ここはすごいんだな、ここはありがたいんだなって言って、すごいその学によって軌道修正をし、知らない間に軌道修正され、そして正しいまっすぐな芯を、深い強い芯がまた出る。それによって強い行力が出て、必ずそこに強い折伏、あ、強い芯を持った唱題と、強い芯を持ったこの折伏が生まれ、そうなると当然三生四魔や三類の合的が自然に起こってくるから、覚悟せざるを得なくなるんですよ。覚悟しないままでいられるっていうのは、やっぱり進んでないって証拠ですね。で、そこでまた学ぶ。っていう、これを螺旋構造、螺旋的にずっと繰り返していくうちに、もうね、やはり、この前読んでたことが全部下地になってきてるんですよ。最初はね、1回、2回や3回、10回ぐらいは、ふえーって、ただ、ふえーって聞くだけでいいんです。でも聞いとかなきゃ、重なっていかないんですね。ですから、やめてもらってありがたいと思うのは山々ですけれども、ね、今後もお付き合いいただきたいと思うわけですね。じゃあ、ご苦労様でした。はい。ありがとうございました。その、はーっつうのも、ね、はーよかったっつうのもどうなんだかね、これ。すごい傷つくんですけど。